しくなります。
紹介が遅れてごめんね。彼ルインアリアだけど人間の協力者なんだ。皆さんこんにちは。ルインアリアの番式改めまして、戦姫の従者ダンヘルです。え、誰なの？マジかよ。ダン君ってどなたのことなの？あの、もしかして亡くなられたはずの先代従者さんですか？そうだ、こいつが戦場でうっかり戦闘用擬態を壊したせいで死んだことにしていたんだ。番式はうちに常駐してる協力者でね、代々戦姫の従者として彼女のサポートをしてくれていたんだ。ところがどっこい、ちょっとした不手際で体を壊しちゃってね。聞いてくださいよ陛下、ギーチェさんひどかったんですよ。私がドラゴンと戦っている後ろからサクッと刺してきたんですから。後ろからなんて卑怯です。ありえねえ、この俺様がダンヘルの存在に気づけなかったなんて。信用して大丈夫なのですか？ディーチさんのように裏切るかも。それはないと思いたいな。こいつはこのプロジェクトの立案者だから。プロジェクト？わずかに生き残った人類と動植物を守り、いつかルインアリアから世界を取り戻すための計画。我々はそれをプロジェクトアルカディアと呼んでいる。アルカディアというのは古い言葉で理想郷という意味なんですよ。素敵な言葉だと思いませんか？ええ、とっても素敵な響きね。お姉ちゃんも気に入ったわ。この世界は自然だ。ありのままの世界ではないということですね。すみませんラーツ君、あなた方を守るには他に方法がなかったんです。難しい話よくわかんないよ。ああごめんね、後でわかりやすく説明してあげるから、もうちょっとだけ我慢してね。絶対だよ、約束破ったら許さないからね。ぶっちゃんは平常運転だね。そういうところが可愛いな。あのね、ぶっちゃん、今すごく大事なことを話してるから、そういうのは後にしてくれる？ルインアリアと話をしようよ。話？何を話すの？殺し合いをやめようって話すの。ねえ、いいでしょ？いやいやいや、無理でしょ。だいたい話し合いの場はどうやって作るつもり？ダルに頼めば作ってくれるんじゃないの？ねえ、ダル、いいでしょ？もちろんです。面白そうだし、やってみましょうか。お前正気か？そんなことしたって帰り討ちに会うだけだぞ。やってみなきゃ分かんないじゃん。どうしてやる前からそうやって諦めちゃうの？結果が分かりきっていることだからみんな反対しているんだ。そうですかね。目はあると思いますけど。それはどういう意味ですか？小説はアヒルを気に入ったようだし、一骨はハベルカ君にご収し、あの二人を利用すればなんとかなると。黙れこの鬼畜、俺をまたあの地獄に突き落とすつもりか？大丈夫、悪いようにはしませんから。それじゃあ大丈夫そうだね。なわけあるかこの悪魔！本当に何とかできるんだ。努力します。今までと同じ対応ではダメなんだと身に染みて分かりましたからね。ご観覧中失礼します。北方にてモンスターが大量発生し、姫兵団に援護要請が来ています。やっと事態が収束したのに、また仕事か。行ってくれるかなプリム。勝手そんじゃ
ウサバラシに一発暴れてくるか。討伐はお仕事です。あまりおちゃらけるのは好きではありません。リオちゃんは真面目ね。でも時には肩の力を抜いて暴れ回ることも必要よ。お前の場合暴れ回るのはいつものことじゃないか。でも堅苦しい理由もなく戦えるのは正直気が楽だよね。正義の道が閉ざされた今、信ずるは己のみ。邪を払い、希望の光を手にしなければ。そういうことなら私も行こう。何も考えずにただ戦うのも悪くなさそうだ。皆さん、モンスターとの戦いですから気を緩めないでくださいね。気をつけていってらっしゃい。無事に帰ってくるのをお待ちしています。それじゃ、行ってらっしゃい。